ファムフンは、ベトナムの政治家。第二代ベトナム社会主義共和国首相を務めた。ビンドン省生まれ。1928年、南企学生連合会、及び共産主義青年団に参加。1930年、インドシナ共産党に入党。1931年、フランス植民地当局により逮捕され、死刑判決を受けたが、後に無期懲役に減刑され。 コンダオ島に収監された。1945年、8月革命の勝利により、釈放され、南部中央局委員として南方工作に従事。ジュネーブ協定締結後の1954年、北、ベトナムに呼び戻される。1955年8月、ベトナム労働党、第2期中央委員会第8回総会で、党政治局委員に選出。1958年、 初期局員に選出。1958年4月、副首相に任命された。1960年9月の第3回党大会において、政治局員、初期局員に再選。1965年4月6日より、国家物会委員会主任を兼務し、1966年10月まで、務めた。1967年、南ベトナムに派遣され、南部、 中央局所危兼南ベトナム解放軍政治委員に任命。1971年6月10日、第4期国会第1回会議において副首相に再任されなかったが、これは南部問題に専念するためとみられる。ベトナム戦争末期の1975年4月8日、サイゴン解放作戦指揮部設置により、同政治委員に任命され、南部解放を指導した。 1975年11月、統一ベトナム問題政治協議会に、南ベトナム代表団団長として参加した。1976年2月、ベトナム全国選挙委員会副委員長に選出。同年7月、副首相兼国防委員会委員に任命。同12月、第4回党大会において、政治局員に再選され、序列第4位になる。 1980年2月、内省を兼任。1981年7月、閣僚評議会副議長に任命。1982年3月、第5回党大会において、政治局員に再選、序列第4位。1986年12月、第6回党大会において、政治局員に再選、序列第2位。百八十七年六月、 第8期国会第1回会議において、ファム・バン・ドンに代わり閣僚評議会議長に就任。翌1988年3月10日、心臓発作により死去。歴代ベトナム首相中で最短の在任期間となった。ありがとうございます。